皆さんこんにちは。24時間常時放送局のシャナナ TV がお届けする働く私の情報局、株式会社シューファル氏代表取締役の竹本香也です。この番組は今の時代を生き抜くために働く人たちに知っておいてほしい社会の仕組みや社会人としてのビジネススキルをお伝えする新人生社会人生100年時代に必要な働く人のための情報番組です。働く人の意識が変わればきっと社会や未来は変わる。この番組では今まで当たり前だと思い込んでたことや知ることがなかったことなどを分かりやすく楽しく、お伝えする30分番組です。今回も私一人でお伝えしていきます。タエさんには早く帰ってきてもらうことを心から祈っています。なんかね、嫁に逃げられた夫みたいになってますが、一日もタエさんの早い復活を願いながら、さて今回は新型コロナの影響で新人研修もきちんと受けられていない方もいらっしゃると思うので、ビジネスマナーの基本としてほうれん草をテーマにお届けしたいと思います。それでは働く私の情報局始まります。その前に CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。さて今回は、ほうれん草をテーマにお伝えしていきます。経営者向けの人材育成についての講演を、させていただいた時によく、ご相談をいただくのが、うちの社員はなほうれん草ができへんねんっていうことがすごく多いんですよ。で、まあ、特にコロナ禍の影響で、働き方がリモートワーク化してるので余計にそのほうれん草報告連絡相談っていうのが文章でやり取りする上でもより重要になってきてますよね。なので、ぜひ今日はそのほうれん草についてお伝えしようかなと思ってるんですけど、でもよくよく考えたらできなくて当たり前なんですよ、ほうれん草報告連絡相談で。なんでかっていうと学校で教えられましたかっていう話なんですよ。学校の先生から報告ってなこういう風にすんねんでとか、連絡ってこうやってすんねんで、相談ってこういう時にすんねんでって教えてもらった記憶って皆さんあります？小中高と多分ないと思うんですよ。だからできなくて当たり前で、家で前回挨拶の話しましたけど、挨拶ってちっちゃい頃から多分お母さんとかに挨拶はとか朝とかこうね、人に会った時はおはようございますでしょとか言って言われたことがあると思うんですけど、ほうれん草っていうのはあんまりこう、お弁当箱出し忘れたとか、そういう時はお弁当箱どうしたのとか言われることはあっても、あれ報告はどうしたのとか、連絡したとか、あとなんでそんなん相談してくれへんかったんって、大きくなればね、年齢が大きくなればそういう場面もあったかもしれないですけど、でもちっちゃい頃からそんなこと教えてくれる人っていなかったと思うんですよ、学校にも家にも。なので人って教えられてないっていうか、知らないことってできないじゃないですか。で、教えられてなかったら知らないまんまじゃないですか。なのでできなくて当たり前やと私は思ってるんですけど、ただね、社会に出たらそういうわけにもいかないんですよ。特に働いてる人、働いてなくてもなんですけど、やっぱりその人への報告とか連絡とか相談っていうかコミュニケーションって大事やと思うんです。特にこのコロナの影響でこう人と接触が難しくなった中で、ああコミュニケーションってすごい大事やなって思った人ってたくさんいたと思うんです。どんだけ自分が会社で喋ってなかったかとか、相手に対してこう言葉を投げてなかったかって気づいた人も多かったと思うんですけど、
それだけ普段皆さんね、お互いにほうれん草ってしてなかったりするんですよ。女の人って何でもかんでも頼んでもないのに報告してきたり、用事もなんかないのに連絡してきたり、あと別に聞いてあげるよって振ってないのに相談してきたりするので、結構その辺ねコミュニケーションがすごいできてたりするんですよ、女同士は。でも対女の人から女性から男の人になると、 それらの女性からのアプローチって一切受け付けてくれないじゃないですか。特に、まあ、家庭でもそうなんですけど、職場でこう報告っていうのはやっぱり結論から先言えとか言われたりするんですけど、女の人って大体こうダラダラこうストーリーで喋ってしまうので、やっぱりその聞いてもらえなかったりとかで、連絡もまあ、男の人って結構ね、事前に連絡したり根回しとかってされるので、連絡っていうのは結構重要事項やったりするんですけど、女の人って思い立った時しか連絡しなかったりとか、自分の都合で連絡したりとか、そういうこともあったりして、なかなかそのほうれん草を意識した報告連絡相談っていうのをしてる感じではないので、男の人からしたら、ああまたなんか言うてきてるわっていう風にしか捉えてないかもしれないんですけど、結構女性の方がほうれん草頻繁にされてるので、やっぱりそのコミュニケーションちょっとできてないなって思った時は、それちょっと意識して見てほしいなって思うんですよ。で、私も私自身が会社をするようになったりとか、まあ、いろんな組織で役持ったり、会社でも人を育成する立場になった時に、人の上に立つことがあった時に、なんでそんなんちゃんと報告してくれへんかったんとか、そんなことなる前に相談しろやとか思うことがすごいあって、私の中で、あ、ほうれん草ってめっちゃ大事やん、自分今までしてこうへんかったけど、あ、ちゃんと言うてなかったなっていうのをそこで気づきました。やっぱりね、立場が変わったり、自分のこうなんか当事者意識が生まれたら、あ、こうも意識が変わるんかなと思って。で、私も会社っていうか、シューファルシっていう会社は研修をやってるので、ビジネスマナーの研修を私もしたりするので、結構ほうれん草っていうのは自分で教えてもらったこともなかったし、その研修とかをこう受けたこともなかったので、改めてビジネスマナーの本とか読んでたりしたら、すごい意味があるんやなって思ったので、それを中心に今日は皆さんにお伝えしていきたいと思います。なので、教えられてないから知らないとか、あと自分でなぜそれをしなければならないのかを理解できていないで、っていうのはできないんですよ。そういったものは人はできない。なので今日はほうれん草について、意味から方法までサクッとお伝えするので、参考にしていただければなと思います。で、ほうれん草っていうのはもう会社の立場とか、なんていうんですか、その勤務年数とか全然関係ない、みんなが必要なことで、ご家庭でも必要なので、もうこのほうれん草っていう、ほうれん草ができる、報告連絡相談ができるっていうスキルっていうのは、もう挨拶と一緒のコミュニケーションの基本やと思ってください。で、仕事ができる人とか評価のいい人ほど、すっごいこう報告連絡相談っていうのをこまめに、しかも的確にしてる人が多いんですよ。なので、いくらこうこまめにしてても的確にできてなかったら意味ないですし、で、あと社内の人や、まあ、社内からも取引先からも信頼度が上がった方が自分の評価も上がるし、仕事もやりやすくなるし、で、結果的にそれが、まあ、評価が上がればお給料も上がったりするじゃないですか。なので、そのほうれん草っていうのを、報告連絡相談のほうれん草はしっかりできるように、しておいてほしいなと思います。あと、人を怒らせない、これ一番です。なんで報告連絡相談をせなあかんのかっていうと、その自分に指示をくれた人、仕事を頼んでくれた人をイライラさせない、これが不快な思いをさせないっていうのが一番やと思ってるんですね。で、あとミスとか、自分がミスしたとか、なんかトラブルを起こしたっていう時に、必ずその処理をしないと後々影響してくるじゃないですか。それを、まあ、
完全に起こさないようにすることもできるかもしれないけど、もし起こってしまった時は最小限に抑えられるっていうこともできるので、ほうれん草がちゃんとできてるってことはミス、トラブルを防ぐためにも必要なコミュニケーションになるので、ぜひ、実践してもらえたらと思います。まず、報告についてなんですけど、報告は事実プラス理由や自分の意見を伝える、これが報告です。で、報告にはそれをする時期があります。時期で、報告はいつするのか、指示された仕事が終わった時、必ず何々してって言われたら何々してっていう仕事が終わった時は、その頼まれた人に何々の仕事が終わりましたっていうのが報告ですよね。これがない人が多い。終わったか終わってないか分からへんし、こっち待ってるやんってやっぱり上司は思うんですよ。なので終わりましたって、で終わった時に確認して間違ってたらその場で修正できるじゃないですか。なので、後々その影響してくることが少なく最小限に抑えられるので、必ずですね、いつ指示された仕事が終わった時に、するもので、また指示された仕事がある程度進んだ時、進捗情報を報告するっていうのも、これも仕事ができる人は必ず、例えば納期がある仕事、いついつのプレゼンに間に合うように資料を作ってくれみたいなことを言われた時に、今日明日できる仕事じゃないじゃないですか。その時に、2、3日経ってから、今ちょっとどこどこまで進んでるので、あと1日で終わりますとか、あと2日ぐらいちょっとかかりますみたいな報告をすることで、その上司とか仕事を頼んだ人は、あ、いつ出来上がってくるんやろう、間に合うんかなっていう、そのふわふわした気持ちっていうか不安な気持ちを持たなくて済むじゃないですか。なので指示された仕事がある程度進んだ時っていうのは報告する。で、次に指示された仕事にミスやトラブルが発生した時、これはすぐ、あ、どうしよう、怒られるやんとか、隠したくなる気持ちはすごくわかるし、人に怒られるのが好きな人は誰もいないから、もう黙っとこう、知らんふりしとこうって思うかもしれないんですけど、ミスやトラブルが発生した時は必ずすぐに、担当の人とか、その仕事を頼んできた人に報告するっていうのを必ずしてください。これは新人の時であればあるほど必ずすぐにするっていうのは覚えておいてください。怒られるのは仕方がない、でもそれを遅らしてしまう、見て見ぬふりすることの方がもっと大きなトラブルとか、事件につながることがあるので、必ずですねそれは守ってください。で、まず報告いつするかっていうのを今お伝えしました。で、次に何を報告するのか、内容について、これも教えてもらったことないんで何言うたらいいかわからないじゃないですか。私も前言われたことあるんですよ、報告してよ、何を報告したらいいかわからないですって言われた時に、あーそうかーってなったことあるんで、次に何を、内容は何にするのか、まず簡潔に結果を伝える。だら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 こうストーリー性で喋る人いるんですけど、まず結果を伝える、その後に理由や自分の意見を伝えるようにしてください。言ったら相手は結果がまず知りたい、その後になんでそうなったんとか、自分はどう思うとか、そういうことを、付け加える形で、であと口頭で伝えるのは、口頭というのは口で伝えるのはいいんですけど、もちろんなんですけど、事前にメールとかで報告内容を送ってから、口頭で伝える、言葉でも伝えると、言った言わない、聞いた聞いてないっていうようなトラブルにならなくて済むので、これはなるべくするようにしてください。後からでもいいです、伝えた後メールを送っとくのもありやと思います。で、次に口頭で伝える場合は必ず、上司の方とかやったら忙しい人が多いので、10分ほど、よろしいでしょうかとか、何々の件で、ご報告ですとか、あと、メールで先送ってるんやったらメールで先ほど送っていますがっていう風に伝えた後に、
次の指示を仰ぐとか、お礼を言うとか、そういうことを伝えるところまでが報告になるので、必ずですね、報告っていつ伝えるのか、何を伝えるのか、どこまでが報告なのかっていうのを分かっておいてほしいなっていうふうに思います。で、次に連絡。連絡はもう報告と違って事実のみをすぐ伝える。これはいつっていうのは、もう仕事で何か変更事項があった時とか、あと自分が帰る時に、誰々さんに自分が帰ることを伝えとかないとっていう場面があればですね、それも連絡なので、すぐに伝える、事実のみを伝えるっていうことが連絡になります。で、何を、これが報告と違うところは、上司や、同僚、取引先などの、伝えるべき情報の共有ですね、言った情報共有をするっていうのが連絡の役割になるので、必ずですね、報告とは違う連絡っていうのは、自分の行動を伝えたりとか、自分の情報だったりとか、自分が聞いた情報を共有する、情報共有ですねっていうのを伝える、役割だというふうに、理解してもらったらいいかなと思います。あと、連絡も口だけじゃなくって文章、今だったら SNS の、LINE を使ったりとか、メッセージ機能を使ったりとか、メールなどさまざまな方法があるので、相手とか内容に合わせて、その、連絡手段も、考えてもらったらなというふうに思います。で、次に相談。これは分からないこととか判断に迷うことを解決するために行うものです、相談というのは。なので、仕事で困った時とか、判断に困った時、自分が決める立場にない時ですね、どうしたらいいんやろ、 A 社にしたらいいんか、 B 社にしたらいいんかとか、自分が決める立場にない時に、そういう判断に迷った時に必ず上司に相談するとか、いうふうに使う、役割が相談です。あと、ミスやトラブルが起こった時にするのも相談です。報告もそうなんですけど、連絡もそうなんですけど、相談も入ります。で、何について悩んでる、判断をどうしようか迷ってるから相談しましたとか、何についてアドバイスが欲しいのかっていうのを伝えると、やっぱりその相手も、この子は何について相談してきて、どんなアドバイスが欲しいのかっていうのが明確に伝わるじゃないですか。だから、報告とか連絡とかよりも相談っていうのは、すごい相手の意思疎通っていうんですかね、やり取りっていうのがすごい重要になってくるんですよ。なので、ちょっと難しいかもしれないんですけど、でも相談っていうのもすごい大事なんですよね。というのは、大体こう、私の経験上なんですけど、ニッチもサッチもいかんようになって、あーどうしようってなった時に、みんなどうしたらいいですかって言うてくる人多いんですけども、そうなったらどうしようもないっていう時が多いんですよ。どうしようもないけど、どうにかせなあかん状態の時に、どうしましょう、どないしたらいいですかねって言われても、それ相談じゃないやんって、もうこうするしかないやん、ああするしかないやんっていう段階で言われても、相談じゃなくて、そうなる前に何段階かあったでしょって言える状態の時って、ってその前段階で言うことが相談なので、もうどうしようもなくなった時に言うのは、もうそれ報告とかそっちの方なんで、相談っていうのは、自分が困った時とか、判断に迷う時があった時とか、ミスやトラブルが起こった時に、するもので、誰になんですけど、何でもかんでも上司に相談したら解決するっていうもんじゃないんですよ。ここ重要で、相談ってコミュニケーション能力も重要なんですが、相手を選ぶ力も重要なんです。というのは、例えばパソコンが動かなくなりました、フリーズしました、どうしましょうって言って、いまだにパソコン使ったことのない人に聞きに行っても仕方がないじゃないですか。あと、これ講師の中でもよくあるんですけど、例えば、営業の、コンテンツの講師をしている人がいましたと。で、僕
営業の、まあ、売り上げが上がらない、だから困ってる、で、コーチングを学ぼうと思います。なのでコーチングについてどこでどんな方法で学んだらいいか教えてくださいって、その営業の講師に聞いたって、その営業の人コーチング知ってたらいいですけど、知らなかったら教えてくれないじゃないですか。だからその人がどんなことを解決してくれる人なのかっていうのをちゃんと知った上で相談するのが正しい相談相手の選び方です。ここ皆さん結構間違えるところ、間違えるところなんですよ。その人に相談したって絶対解決せえへんやんかってすっごい思うときは、もう最初から私の方に来てって思うこともすっごいあるんですよ。結局巡り巡って私のとこに来たときにはもう時すでに遅しで、もう誰がこれ処理すんのっていうような状態になってるときの方が多かったりするので、やっぱり報告、連絡、相談っていうのはタイミングも大事だし、内容ですね、どういう内容の時に何をするか、報告なんか連絡なんか、それとも相談なんかで、相手は誰にするのか、同僚なのか上司なのか、それともその今ぶち当たってる壁を突き破る方法を教えてくれる人なのかっていうのをやっぱり選ぶ力が大事だから、普段からコミュニケーション能力っていうのは大事って言われるのは、人を見る力っていうのは大事やなと思うんですよ。報告も全然関係ない人に報告したって意味ないし、情報共有せんでいい人に連絡してしまったらそれはそれでミスやし、で相談もやっぱりその壁をぶち当た抜いてくれる人じゃないと意味がないしっていうことで、きちっとその状況を見ながら、自分の状況も踏まえながら、相手を見ながら、やっていく、ビジネススキルの一つです。ということで、一旦 CM に行きます。シャナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2、ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、今回は、ほうれん草、報告、連絡、相談をテーマにお伝えしてきました。前回の挨拶もそうなんですけども、できるかできないかではなくって、するかしないかで印象や、評価ってすごく変わります。で、それでですね、働く場面で人から嫌われるよりも、嫌われるって言うとあれですけど、悪い印象を持たれるよりも、好印象を持たれた方が自分の働きやすい職場を作ることにもつながってくるので、もう挨拶もそうだし、ほうれん草も、これも別に仕事のことが全然分かってない時期でも報告とかはできるじゃないですか。コピー取ってきて、このコピー終わりました、次何しましょうとか、そういう一言が出るか出ないかでやっぱり印象も変わってくるし、あ、この子は仕事やる気あるなって見られるのか、もうコピー取ってきてそこにボンと置いて黙ってこうやって机の上に座って次の指示待ってるよりかは、コピー終わりました、次何しましょうって言える方が、絶対こう上司だけじゃなくて周りの人からも、あの子ってすごい頑張ってるなって思われると思うんですよ。なのでそういう意味でも自分が働きやすい職場作りにもなるんで、やって、どんどんやってください、自分から。あと、知らないとできないっていうのは、教えられてないもんって逃げる人いるんですけど、だからなんやねんってやっぱり思うんですよ、そうやって言われると。で、今は調べることってできるじゃないですか。皆さんスマホでなんやいろいろ調べて結構情報入手できるじゃないですか。なので別にネットパソコンじゃないとネット見れませんっていうような時代じゃないので、スマホでビジネスマナー、ほうれん草のやり方とか言って調べたら出てくるじゃないですか。なので自分で調べて情報収集するっていうのも大事ですし、私も未だにビジネスマナーの本とかって読むんですけど、読んでそのたんびにこう知識の上乗りっていうか、情報収集とか
していくんですけど、やっぱり本屋さんでもすぐ手に入るんですよ。今ビジネスマナーの本ってもうすっごい出てるので、あとね、仕事ができる人の習慣とかそういう系の本ってすっごいたくさん出てるので、どんどん読んでほしいなって思うんですね。で、あと誰のためにするのかっていうところなんですけど、挨拶もほうれん草も報告連絡相談も自分のためであり相手のためです。なので別に自分がしなくったってって思ってるかもしれないんですけど、してください。じゃないと仕事を任せてくれた人が必ずいるわけですから、社会に出ると会社に行くと、その人を不安にさせない、不快な思いをさせないっていうことがやっぱり礼儀になりますし、ビジネスマナーの、基本となることは相手に不快な思いをさせない。これはビジネスマナーだけじゃなくてマナーの基本なところなんですね。なのでそういう意味でもどんどん自分でしていく。で、またうちの社員はほうれん草できないっていう経営者さんにお伝えしたいのが、自分ができてるかどうかぜひ周りに、部下の人に聞いてみてください。自分が意外とできてなかったりします。で、社員をまず変えたければ自分が変わることからやっていってもらえたらなと思います。あと、部下がせっかく報告連絡相談をしてきたらしっかり対応する、受け止めてあげる、それを忘れないでくださいね。されっぱなしで忘れてたとか、そんなん聞いてないわとか言われると、やっぱり部下も報告するのやめとこうかな、また忘れたとか、そんなん聞いてないとか言われるわとか、あと連絡とか、あの人に相談しても全然あかんわっていうような自分の評価がだだ下がりになるので、それってすごいもったいないじゃないですか。なので部下から何か報告とか連絡とか相談とか受けて、自分がちょっと忘れそうやなって思ったら後でメール送っといてとか、あとメッセージでちょうだいとか、あとメモを取るとかしてもらったらいいと思います。なのでコミュニケーション、挨拶もほうれん草もコミュニケーションの基本なので、しっかりやっていってもらったら職場も良くなるし、自分の印象とか評価も良くなっていくと思うんですね。なので今日からぜひやっていくようにしてください。それでは午後から明日からの仕事に活力を。また次回お会いしましょう。さようなら。